ごめんなさい、ごめんなさい。はい。ちょっと今日はラナのお二人にインタビューということで、すみません、お忙しい中なんですが、お時間取っていただいてありがとうございます。ケツがあるんで、ちょっと早めに行けたら嬉しいです。あ、すみません、じゃあ、展示会にさせていただきますね。答えられないで。あ、よろしくお願いします。うい。お願いします。まずは、単独ライブ、バクバク、お疲れ様でした。そうですね。ワンマンツアー終わったばっかなんで、はい、結構鍛えられたというか、ワンマンってこうだったよなっていうのをなんか結構思い出しましたね。あ、ワンマン。うん。単独ライブ毎年やられてると思うんですけど、今年はここに力を入れたよみたいなことはありますか？アートワーク。うん。ぐらいですかね。基本その、うん、自分たちが叫びたいことを詰め込んではいるんで、アートワークっていうのは正しいです。ちなみに西田さん、そのお衣装は着られなくて大丈夫ですか？はい。いや、上半身が今裸でいらっしゃるので、インタビュー答えられるときはいつもこの格好っていうことなんですか？うん、自分らしい格好。なんだ自分らしい格好。そのやっぱり偽り、自分も今正直これは偽りなんで。あ、洋服を着てる状態か。そう、でもやっぱ私はまだあなたを信用してないから、私は偽りをかぶるけど、はい、彼は昔から偽らないで人と向き合うっていうのをすごく魂のルールにしてるから、そこにやっぱりぶつかっていく様っていうのは見ててかっこいいなと思いますね、正直。本当はテレビもね、まあできればね、この状態で出たいけど、うん、いつもこうやっぱり日本のメディアっていうのは終わってて、うん、彼をこの状態で出すまいっていう印象操作、抑圧、政治的な力っていうのがあって、はい、どうしてもやっぱ布を彼にまとわせるっていう抑圧はありますね、うん。だそれに耐えられなくて今はもうテレビを抑えてますね、彼は。あ、結構じゃあお仕事も選ばれてる感じなんですか？結構嘘つきたくないって言うんですよ。そうなんですね。じゃあ出なくていいんじゃないって言って、自分も、はいはい、うん、無理することない、嘘つくことないよね。お、今もそのちょっと他の YouTube とかテレビ、ラジオで拝見してるラナドさんとちょっと印象が違うなと思うんですけども、うん、普段がじゃあ嘘の姿だということなんですかね？布を着てるときは大体嘘じゃないですか、人って。あ、そこがスイッチっていうことなんですね、じゃあ。やっぱそこで偽る必要があるから、偽りのバラエティだし、偽りのネタ番組だし、偽りのショッピングチャンネルだし、偽りのドキュメンタリーだし、偽りのノンフィクションだし。なるほど。基本人はまとってる時はそら変わりますよ。あ、そうなんですね。それは西田さんも同じ考えでいらっしゃるということですか？ファック。これはすごく純粋なファックです。あ、大変失礼しました。ちょっと話を変えまして、はい、問題言ってください。これからの、ラナドさんのことを聞きたいんですけども、5年後、10年後、こういう芸人になっていたいなとか、まあ、もう今芸人の枠を超えて活動されてると思うんですが、どういうふうな存在になりたいなっていう展望などはございますか？これはどっちを回答ですか？偽りですか？いや、もちろんお二人の本心をお聞きしたいです。まあ、今この状態なんで自分は偽りしか言えないですけど、偽りで言うと、冠が欲しいです。本当のこと言ってあげて。大麻を解禁したいですね。俺たちの芸能活動を通じて日本に大麻を解禁したい。大麻を解禁したい。それは、その芸能活動を続けた先に
政界への進出とかそういうことではなくってわけじゃなく、なんかそのカルチャーの空気変えたいみたいな、はい、ああそういう空気感から変えていきたい、うん、あ我々が今は音楽活動やって、はい、彼が小説書いてっていうのは最後それを広めるためにやってます。あそうなんですね。そのお笑い以外の活動は全部そこに収束するようになってるってことなんですか。うん、今伏線ですね。じゃあ西田さんが、ね、出版された不器用で短編集でしたけれども、はいはいはい、あれもそういった思いが随所に込められてるということなんですか。まあそうだね、やってることは最終的にはそこに、根本は全部どの表現も全部同じというか、それ、ね、全部バイヤーの作品ですけど伝ってないですか。ああそうそうなんですね。ちょっと全員プッシャーの話で、全員プッシャーの話、あなるほど、不器用でっていうのを、はい、その日本がっていうのを省いてるだけなんで、はい、あまあ、不器用だから日本が不器用で解禁できてないっていうのの、この前後を取って今不器用でっていうので出してますけど、あそうなんですね。あそんな思いが込められてるっていうのはちょっと知らなかったので、勉強不足でした。ライさんっていうのも大麻ライさんです。あそういった意味が出された最初の EP のピークタイムも、はい、行っちゃってる時の歌ですねっていう意味のピークタイム、そうですそうです、ってことなんですね。だからもう別で、うん、あのダウナーの曲も書かなきゃなと思ってます。あ、なるほど。その後も今後表現されるっていうことですね。うんうんうん。お笑いの活動についてもお聞きしたいんですけど、ネタはどういうふうにお二人作られてるんでしょうか。ちらは共通のガレージがあるんですけど、ガレージ割とアートワークとか、まあ、クリエイティブにまつわることをしてるガレージがあって、で事務所というあの渋谷にある、渋谷にあります、はい、山ちゃんさんの事務所のことですかね。そうですね、ガレージがあって、はい、まあ、そこで自由に思ったことを床とか壁に書いて保存していくっていう作業ですね。なんかもう衝動との対峙なので、はい、スプレーでわーっと書いて、つかみとか、あとまあ落ちとかをいろんなところに書いといて、はい、今日はこれとこれとこれでとか、これとこれでとかっていう組み合わせ方。あ、事務所でお二人揃って基本セッションでやってます。そうなんですね。そういう時も西田さんも同じように壁とか床に思いぶつける。ファック失礼しました。スープみたいなとこですよね、ラーメン屋のスープみたいな、あんま簡単に教えないと思いますけど、あ、はい、あのそういうことですよね。簡単にネタの作り方はそんな簡単には言えない、聞けますからっていうのは、はい、気になりますけど、そうですね、ラーメン屋さんにじゃあ質問できますかっていうところはありますけど、そうですね、はい、ありがとうございます。そんな、なんか教えていただいて、全然テレビですとかラジオですとかネタ以外の部分でも活躍されていると思うんですけども、毎日やっぱりお忙しいですか。刻んでますね。刻む、うん、刻むっていうのは基本コンビニ行く時も、はい、コンビニに行くっていう時間が秒単位で区切って、もうギチギチに拓也が全部それ管理してるから。拓也マネージャーさんですか。普段はマネタクさんっていうふうには呼ばれないんですね。拓也はやってるね。そうだ、拓也仲がよろしいですね。小数点28、拓也小数点28っていうのはこれはあの、はい、年で変わっていくんで。あ、その呼び方がですか。拓也小数点29。その人って確実に1年変わるごとに細胞も変わるし、
考え方も歩み方も変わるから、はい、常にバージョンアップしていこうっていうので TAKUYA 小数点28のバージョンってことです今。あ、なるほど。年齢、なるほど。バージョンっていう考え方、うん、でやっぱ100年、はい、人生100年時代って言われてるから小数点がつかないで1になった時に本当の魂だよねっていう、そこまでは波数だよね、はい、今の人生っていう考え方なんで、はい、点28でやってます。なるほど。ちょっと初めて聞いたエピソードでちょっとびっくりしてるんですけど、ありがとうございます。そんなことで、じゃあちょっとここからはもっとこうライトに答えられる質問もしていこうかなと思うので、まずお二人の座右の銘を教えてもらえますか。ランファスト。ランファスト。西田さんは。はい、質問なんだっけ。あ、すみません。お二人の座右の銘をお聞きしてます。座右の銘。はい。大事にしている言葉とか。大事にしている言葉。なんかあるかな。言葉大事にしないんですよね。言葉って所詮言葉だから。あ、まあ、西田さんは割とこう執筆もされてるので言葉を大事にされてるかなと思ったんですけど、相反するっていうことですか。言葉をそんなに大事にしないから、動きだから結局は全部魂の。じゃあ座右の銘っていうのは特に。座右の動きってことですね。なるほど。西田の場合は座右の銘じゃなくて座右の動。なるほど。でも西田を表す動きはありますよ。あ、そうなんですか。はい。あ、じゃあ座右の動というのは決まってるっていうこと。西田は座右の銘はないですけど、はい、座右の動でやってるんで、これが俺だっていう動きはあります。それはちなみに今ちょっと見しちゃって。ありがとうございます。本当に好きな映画はありますか。好きな映画をこう教えていただきたいんですけど、でも見てんのこっちっすからね。私は作る側なんで映画を。あ、さやさん映画を作られてるっていうのは。作ってるっていうのは、はい、まああのアバターもあれ全部頭の中でちっちゃい時から考えてたことって言ってるじゃないですか監督が。はい。あれですね、今そのこういう風にしようっていうのをずっと考えてて、映画見たみたいになっちゃってるんですよ、はい、映画見たみたいになっちゃって恋愛系の映画こういうの作りたいなって自分でこう妄想でバーって再生してたら、あ、もう一本見たなってなっちゃうから、はい、見る記憶なくなっちゃうんですよ。でもう殺人のなんか物語考えて、はい、あ、もう作っちゃったな、これもう見たのと一緒だなみたいなのあって、見てのこっちです。インプットができない、アウトプット機械みたいになってるんで、インプットはこっちに全部任せてます。食い物もインプットも全部こっちだし、私食べないし飲まないです。まあ、そうなんですね。お酒は飲まれる印象だったんですけど、酒だけですね。だからその水とかもきつくて、もう体に入れることがもう出す方が大好きで。あ、そうか。アウトプット中心っていうことなんですね。そうですね。インプットってなるともう全部こっちに任してるんで。なるほど。じゃあ逆に西田さんの好きな映画とかは。そうだね。まあ見てるからね、結構。ってことですよね。はい、うん。一番でしょ、はい、猿の惑星。どういったところが好きなんでしょうか。動き面白いからね。あ、言葉ってやっぱ動きだから。なるほど、うん、やっぱセリフなんか一つも入ってないですからね、うん、西田の中に。そこじゃ動きで見られる。猿の惑星のどの動きがやっぱ一番食らったみたいな。
くらったな。タイタニックとかも。はい。くらった動きあるでしょ。ある。タイタニックが一番くらったんだから。動きで入ってるからやっぱすごいっすよね。だから自分とかは簡単に名台詞とか追っちゃうけど、はい、こっちはやっぱインプットするの動きっすからね。なるほど、動き、そうなんですね。驚かされますよ毎回、はい、うん、最後の質問になるんですけども、うん、お二人でこう目指す、うん、目標を教えていただけますか。目標、ここで喋ったら嘘になっちゃいそうで嫌だな。こう率直なこう本心というか、ここを目指すってことですよね。そうですね。いやだから あんまりその会社の経営理念みたいなところとか今後の数字の話ってあんま外出さないじゃないですか。そうですね。そこを出したくない。まあだから言葉では言えないですけど、はい、動きでだったら見せれます。そしたらうちらがどうなりたいか、将来的なラランドっていうのはこうなるよっていうのは、はい、やっぱ言葉にすると言霊って言ってやっぱ、はい、そこに責任が生まれてしまうので、はい、ここで今確定させれないので、はい、どうで見せるっていうのはうちらの、まあ、はい、極力答えにはできるかなっていう最低限のラインかな。西田さん、ぜひ。結構きついよね、大丈夫。大丈夫。一回動くのでだいぶ使うから、ね、疲弊しちゃうのよね。お気をお願いします。きついよな、大丈夫、水飲む、平気。大丈夫。インプットする。平気。行こうか。オッケー。言いますね。西田やって。楽しい。喋ってもいいってことなんですか。喋ってない。え、動きね。動きで。聞こえてないよ。あ、じゃあスポッチャ楽しいっていう言葉が聞こえたように感じたんですけども。思い浮かんだんだろうね。ああ、でもそれはよくある。インタビューで、はい、インタビュアーさんがもう言葉を感じ取っちゃうっていう、やっぱ動きなのに、うちらって受容体がもう言葉しかないから言葉で入っちゃうって人いますね、はい、あ、なるほど。じゃあ私が今勝手に聞き取ってしまったということなんですね、うん、全然恐れることはないと思います。我が西田さんの動きのパワーで、かつそのこれは目標っていうのは、ちなみにもうちょっとご説明してあげたら動きです。これはあの西田が出すのは動きであって波動であって言葉じゃないんで、はい、でも受け取る側は言葉で聞こえるときあります。深海って不思議。今も、ね、深海って不思議っていう感じ取ったんだろうね。ああ、聞こえた？ちょっと聞こえた。感じ取ったんだろうね。すごい、結構でも受け取りやすい体質だと思います。あ、個人差があるんですね。中二になってきたんだろうね。うん、分かんない人はもうずっと分かんない。分かりました。うん、それがじゃあラランドさんの目標ということですね、うん、うちらのビジョンだよね、はい、そうだね。分かりました、ありがとうございます。そしたらいただいた今のインタビューで記事にさせていただきますので、タイマーのとこだけちょっと切ってもらっていいですか。タイマーかかしこまりました。そこはバッサリタイマーのとこ、うん、あ、わかりました。そこ結構スポンサーが、そうですね、お二人の結構大事な創作活動のとこでしたけども、うん、あそこは使わない方がいいですか。そうですね、最後だけ動きの部分だけは全然大丈夫なんですけど、まだちょっと日本には早い価値観。
かしこまりました。はい、そんなところですか。はい、すいません、本日はお忙しい中。OK、 ありがとうございました。はい、よっしゃ。うまんくて、あ、いいですか。